とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。さあタワー更新ですね。で今回よかった25回、まあ、若干マシではないでしょうが、はい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 、クリーパー多めのねシーズンなのね。オッケー、あんま、まだいる、まだ来たか。いやまだいるぞ。待て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 、おいおい、ちょっとやたら多いぞ。おいおい、多すぎる。よし、ここまで多いか。ナイス。いやいや、これ戦いにくいよ今回。オッケーオッケー、まあまあまあ、あとあと出てくるかはまだ分かんないけどね。まあ1回はまあクリーパーを逆に使ってあげる感じでいけばいいかな。あ、ちょっと待って、エンチャントはいらんね。一応持っていけ。まだ弱いけどね。でも剣よりはだいぶマシに戦えるんでいいでしょう。エンチャントも全然良くなかったけどね。おい、嫌なやつ、ここ。おいおい、クリーパーも出るし。いや嫌な場所ここ。ナイス、終わり？上か。あ、上いなかった。いや、これは、なかなかめんどくさいけどね。あ、でも、サクッと終わるならば、いいでしょう。傭兵。傭兵の、雪玉を入れていきましょうか。この傭兵はなかなか使えるかもしれない。ボスは何回ぐらい出てくるかな。はい、ここもクリーパーいる。あ、でも、うん、この敵ワンパンで倒せるから全然余裕です。あ、ちょっと待って、シュルカいる、シュルカいる。おい、めちゃくちゃめんどくせえ。めんどくさ。なんだここは。はいはいはい、シュルカめんどくさい、あいつ。流れ込むた、うん、いやいらんね、いらん。まあ、ボス次第だよね。何が来るだろう、ボス。オッケー。ステージはね、まあ全然、まあ全然でもないけど、まあそれなりに余裕で進んでいくことはできてるね。はいはい、終わり。うん、まあ、サクサク進むには進むよ。ちゃんとしていけば、あー、いけると思う。これは乱射でいい。あ、ボス次第で地雷だな。まあいいや、乱射で。で、持って雪玉を3。魂の袋入れてソウル貯めていくっていうのもありだね。でも使わんかもしれんしね。おーい、はい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 。まあまあ最初に取った武器だからね、仕方ないさ。ワンパンでは倒せません。 OK、 これで終わりか。どう、よしよしよし。うんうん、敵はね少ない。
いや、あの、一気に出てくるからか。ああ、まあまあ、影だよ。影で間違いは。おお、すごいね。クリーパーだらけ。クリーパーむちゃくちゃ来るじゃん。危ない危ない危ない、食らってるし。よし。でも、おい、まだいる。よし。終わり？いや、まだいるな。ああ、上か。6回クリア。今回多分ね、全体的にクリーパー出てきそう。まあパワーシェイカーでしょう。で、8回ぐらいがボスか。8か9がボスでしょう。ボスに来たらば、まあまあ倒せるかな。多分ここでボールはだいぶ、あ、まあ、いや、溜まってもそうか、武器の火力がないからそんなに影化しても意味はない。まあなくはないんだけど効果薄いよね。はい、クリーパー出ないな、ここは。まあ出ない、クリーパー出ないわ。なんか急に楽勝になったな。あ、さっきのカトラスと釣り竿でいけるね。いらんかな。うん、ポーションバリアあるけど、あ、影突もあるか。まあいいや、行きましょう。いや、ちょっと待て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 、もうクリーパーが3発かかるようになってるね。これはまずい。武器をちょっと強化してあげないとやられちゃうよ。あ、パワーシェイカーでいけばいいな。 OKOK、 いいね、いいよ。いやー、火力がないね。もうこんなにかかるか、倒すのに。こんだけかかるのはちょっとこれ武器よろしくない。途中で変えるべきだったな。あー、商人。一応ソウルを貯めるっていうことで入れていきます。なんだパワー。いや、もうむしろこの2つね、変えようかと思うんで、パワーシェイカーにしても良さげだよね。これめちゃくちゃ悩む。両刃物じゃないのよ。乱射も違う。パワーシェイカーで後々のことを考えていきます。うん、後々考えるともうこれでしょう。かな。あ、あー、でもって魂の袋でソウルも一応貯めながら行こう。パワーシェイカーでガーってやって、お、あ、なるほどね。 OK、 いけるいける。この乱射があれば全然大丈夫でしょう。オッケー。はいよ。まあまあパワー不足ではあったけども全然いけますね。やっぱパワーシェイカーが火力が高い。あ、あ、スノーいいじゃん。うん、火力は下がるけど、まあ、とりあえずのポーションバリアがついてるんで OK。 あとはいいや。
ちょっと待って、弱すぎる。これ試しパワーシェイカーちょっと一気にいこう。ちょっとあまりにも弱いわ。オッケー。いやいやいや、弱すぎる。ここまで弱えか。オッケー。いやでも全然いけてる。ああまあまあまあ、ユニも交互打ちしていけば全然いけるね。うん、でももう変えよう、もう変えよう。クレイモアじゃないんだけどね。いいや。うん、リョバオのよりもまあまだマシでしょう。エンチャントよくねえな。もう全然よくねえぞ。あ、間違えた、2入れちゃった。いいです、とりあえずこれでいきますね。影の断片あるからね、なんか火力あるやつ装備してあげたい。オッケーオッケーオッケー、いいよいいよ、めちゃくちゃ良かった今のは。危ない危ない危ない、思い切り食らったわ。終わり？あ、まだ、お、意外と出る。よっしゃ、乱射の、うん、記録してこれ結構削るな。パワーだいぶもう低いんだけど結構削ってくれてる。これメイスの方が断然強えな。メイス変えようか、さっき取ったばっかだけど。メイスに変えます。感じでメイスでいきます。やっぱ最初から結構あの武器選びミスってるね。おお、いらないやつ多いな。いいね、もうめちゃくちゃいいじゃん。 OK、 いやもうまあ全然大丈夫なぐらい持ってます。いいね、いい感じに効いてるよ。終わり。うん、今回ね敵がなんかすごくいい感じだと思う。アップドラフト取っていこうか。あ、いや愛のメダルも欲しいな。愛のメダル、ボス戦考えるとアップドラフトなんだけどね。え、ちょっと待って、難しい。あ、大丈夫。オッケー、ナイスすぎる。ちょっと愛のメダルをなんかちょっと強いやつに使って突撃させたいな。間違えた、危ねえ。オッケー、よし、もういない。あ、まだいる。うん、余裕でした。なんかね、うん、今回難しくあったり余裕であったりなんかよくわからんな。ただ時間はそんなにかからなさそう。うん、攻略しっかりやっていけば、そうね、22、3分ありゃクリアできるような気がする。おお、多いな多いな。危ねえ危ねえ、待って待って待って。
ここに愛のメダルを打ち込みたい。ある程度倒してくれるかい。まあそうでもなかった。よし、終わり。残りあと9回、もうちょっとだね。で商人、コグ変えよっか。うーん、コグかな。勇者も、いやコグ、なんか装備がね、なんかいまいちだ今回で。ユニークか、いやいまいちなのよね。スノーあげる、クロスト火力がないんだよな。かといってメイス、これちょっと微妙だから、最後まで使っていけるかはちょっと微妙なところ。まあ一応虚無入れて、とりあえずこんな感じで。ああミスった、危ない危ない危ない。何が来る、はいはい、 OK。 いいじゃないですか、終わり。まあ余裕っすね。あこうするとボス特化にはなるんだけども、道中がきつくなりそうだよね。まあいいか、なんとかなるでしょう。ドラでいきます。もしも道中相当きついよってなるならば、攻略の時に取るようにしましょう。おおお、多いね、多いよ。結構いるな。よし、もういないかな。しゃあ、オッケー。あそこの草刈りができれば問題ないですね。しゃ、おっと倒しきれなかった。全然倒しきれると思ったんだけど。よし、終わりかな。あ、まあ、うわうわうわ、いるんだ。で18回終了。うん、最初ちょっと難しいかなと思ったけども、後々は終盤そうでもないかも。まあまだ分かんないですけど。あ、ボーンクラブ、これ間違、おーおお、いいじゃんいいじゃんいいじゃん、間違いなし。うんうん、あんなユニークは成功したね。クロストに変えてよかった。ね、悩むな。まあまあまあこうだろうね。で追い打ちでいこう。蜂もいいけども追い打ちでいきます。よし、もう若干耐久力ない。よっしゃ、おい早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 い。今回ほんとね、おーエンチャントいいね。いやでも耐久力なくなるからやめとこう。あ、ここ難しそう。はい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 、ここは
愛のメダルがあればだいぶ楽になりそうな場所だよね。よっしゃ、ちょっと回復すぎ。もう来んよね。まだ来る。はい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 。危ねえ危ねえ。なかなか、20回はちょっと注意かも。あの数のあいつらが出てくるってなるな。スケールだろうね、ボス用としては。ああ、ポーションバリアはあるんだけども、火力が段違いにこっちが上なんだわ。オッケー。パワーシェイカー変えてもよかったけどね。まあまあ、ここで、あのパワーシェイカーがあるんならば、商人での、上げるやつを考えていい。山田か。最後の最後、わ、いった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 。終わり。最後の最後ちょっと多めに出てきましたね。いらんね。で22、23、あ、まあまあもうちょいですね。最後に金材職人がいて押す。おい、出るよね絶対。クリーパー出るよね。意外といない。なんか来そうかなとちょっと構えたけども、お、ナイス、オッケー、いいじゃないですか。いや結構いるな。でもこれで終わりか。よし。いやそう大したことない。あーで、アップ、アップドラフト変えよっか。火力が段違いにこっち。よっしゃ。絶対多いよね最後の最後。一体だけ意外と安心していいか。おい、危ない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 。思いっきり食らった。あーでもまあ終わりですね。いいかな。いい。なんか今シーズン微妙だな。難しくもあり簡単でもありっていう感じ。追い打ち上げよ。でもう奥はいらないから112で持ってボスはなんだろうね。無謀入れようか。最後の最後。いや、いけるっしょ。入れるのないな。無謀入れ
よ最後。よっしゃーなんか怖かった。あ、でもあれだったね、多分ドラ入れてアップドラフトでビューンやればワンパンできそうな気がしたな。無謀意味なかったね。あ、ダメですね。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。